こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。おはようございます。一日は挨拶からですよ。やりきったね。いい気持ち。タイムが一気に上がっていく。どこまで行くんだ？まだ行くよ。ダイヤ仲良しを2アップ。しょうがないわね。ありがとう。はい。お。助かったわ。めんどくさ。違うでしょ。大きく。お、ショックを受けてしまった。カンナが悪いんだよ。というわけで。朝のトレーニング、気持ちいいわね。えへん。いい感じよ。戻りました。これで頑張ってるわね。行ってきます。期待してていいよ。では行ってまいります。何がいいんでしょうね。これかな。私、体を鍛えるわ。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。これってまだやっ。出なかったっけ。忍者に憧れてフリーランニングとかやってたんですよ。 ありがとうです。とても助かりました。お、石たくさんもらえますね。これはガチャしなきゃいけない。
1日1回限定召喚。ああ、すっかり回収モードになってしまってるな。ということで、ステア魔法メイド館で笑えない期間限定ピックアップ召喚第2弾行いたいと思います。新たな出会いを。え、なんか来る。お、星5だ。いきなり。いらっしゃいませ。じゃなくて、お帰りなさいませ。誰だ。お、ノノじゃないか。やりました。池谷ノノ、ステア魔法。おー、稲葉ですね。なんだか。あー、最後ぐらいかな。みんなのメイドアイドル、小石崎ルルナです。よし、いける。フォロワーに広めてもらって、ゆくゆくはメイドカフェ案件も。うわ、ほら、ルルナホームカフェへようこそ。アルケミストの稲葉とわです。とわ、まさか召喚される側になるなんて。エトワリアでも皆さんをサポートします。それにしても、この世界はどこを切り取っても漫画の参考になりますね。すごかったです。ありがとうございます。次回も頑張ります。星5、またゲット。キャラクター見ていきましょう。編成かな、強化かな。キャラクター一覧か。まずノーですね。メイドバージョンです。スランスのために。うん、配信の鬼、チャンリナか。自己顕示欲が強い。ハロー、キララファンタジア始まりますよ。テキパキシュッシュー。ハロー、メイド白崎ルルナです。昨日夜中まで配信見てたから眠い。ゲームもいいですが、私の配信動画も見てくださいね。もっとチヤホヤしてもいいんですよ。わー、あざとい。やった、すごいな。登録者数の大台突破。池谷ノノです。 SNS 部でボイスと進行管理を担当してます。そうなんだ、すごいですね。あと、たくさんレベル1いますが、全然育ててないレベル1がいるな。こちらですね。稲葉とは。そうなのか。キララファンタジアの時間です。いい線が描けました。お、体力がついたような気がします。ついてきてください。
リアルな戦闘シーンが描けそうです。よいしょ。さあということで見事に星5また取りました。今後の成長が楽しみです。